こんにちは、タカラトクトです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。さあ、本日もですね、ラジオのように聞ける動画を目指しておりまして、撮っていきたいんですけれども、今仮想通貨市場ですね、今相場が、こういった形になっております。はい。実は昨日からですね、今日、日付は今日なんですけれども、ちょっと仮想通貨 FX の方にも、少し取り組み始めまして、はい。そういったね、情報が、どういった形で、皆さんに、ね、お伝えできるかちょっとわからないんですけれども、学んでいった実践して、多分今はね本当失敗も多いと思うんですけれどもそういったものも含めて、お伝えできればなと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。本日ですね仮想通貨今こちら1時間足で見ていますけれども、伸びてきましたね。価格の方がぐぐっと伸びてきまして、それぞれね、こちら一旦レジスタンスの方を抜けたところで一気に伸びてきて意識されるこちら2つ目のレジスタンスで一旦調整が抜けようとして調整が入ったという感じですね。ただ全体的に見るとですね1月22日あたりからですねボックスで見るとこうレンジになってるんですよね。こちら下に下げそうなんですけれどもその買い増しを狙っている人たちの多分買いが入って、それから一旦また下げられたんですけれどもそこから一気にねまた価格が上昇してきております。日足で見てみると、上昇トレンドの、中長期的な、ね、テクニカルそしてファンダ的にもこの上昇トレンドの中に入っている、わけではあるんですけれども本当まだわからないですね。この三角をどうやって抜けていくかというところですね。上には今切り下がってきていますのでこのまま下降が続くようであればトレンドがね転換してしまっていくと平均線は一度デッドクロスのような感じで描いているわけなんですけれども正直ちょっとわからないですね。本当にわからないところです。ただ短期的に見るとですねこの仮想通貨のボラを借りて稼いでいくっていうのは多分可能かと思いますけれどもそのあたりも、ね、本当に読めないところではあります。暴れ馬ビットコインはねもうポンド以上に暴れ馬ですのですごい、しっかりと損切りと、利確のねタイミングを狙っていくのが重要ですよね。はい。ただですね他のアルトコインとかを見てみるとイーサリアムがね結構引っ張ってくれているような感じですね。今ねイーサリアムの期待値がすごく高くてですねイーサリアムが大きい相場を引っ張ってくれていてで、その中でもビットコインももちろんその重要なんですけれどもこのトップ2ですね2トップがですねどういうふうな動きをしていくかで周りが動いていくというような状態もあると思います。あとは世界情勢的なファンダもね加味していかないといけないんですけれども今のところ大きな動きがそんな見られそうにないのでここはね本当に、見ていきじっくり注視していきたいなところですね。まず僕自身の仮説としてはですね、今日これだけ価格が上がったので大体半値ぐらいまで戻してくるかなっていうところですね。それ以上に上に抜けていけばですね非常に面白いんですが多分そう簡単に、ね直近の相場を見ても、上下しているところがあります。もしかすると今日の分の半値あたりこのあたりまで落ちてくる可能性も、ありますね。はい。ちょっとここも様子を見ながらエントリータイミングがあればちょっと買い増し、おしめをね狙ってみたいなと思っております。このあたりかな、また答え合わせは、また明日以降にやりたいと思いますね。大きなファンドも今、いろいろ調べてみたんですが、ないのでイーサリアムの、高騰そして、それに追随するこのアルトコインの動きそして今ビットコイン自体のね動きそしてファンダ世界情勢しっかりとね紐解いていきたいなと思っております。個人的にはですねしばらくこういった乱高下が続きながらですね、上値が切り下がってきているので本当にこのあたり、いつかどっかでねちょっと抜けて、欲しいところではあるんですけれどもあまり過剰に期待せず冷静にねこの相場を見つめていきたいなと思っております。また何か情報があれば取っていきたいと思いますので共に資産構築のために頑張ってまいりましょう。それでは本日も動画をご覧いただきありがとうございました。